はい、皆さんこんにちは。今回はパンプキンパイを作っていきたいと思います。それでは材料です。かぼちゃ 350g、 皮を取った状態で 350g です。砂糖大さじ4杯、クリームチーズ 150g、 バター 20g、 生クリーム30cc、 ラム酒小さじ1/2、冷凍パイシート2枚、つや出し用の卵黄1個、以上になります。それでは作っていきます。はい、まずはかぼちゃを切っていきます。かぼちゃは硬いので気をつけてください。こんな感じでこの後ろの方から切った方が入りやすいです。上は結構硬いんで、ちょっと下にして柔らかいお尻の方からこういう風に切ってください。包丁の先でこのように V に落としたら簡単に取れます。中を取っていきます。今日はぼっちゃんかぼちゃというかぼちゃを使ってるんですけど、栗かぼちゃとか今美味しいかぼちゃが出てるので、そちらを使った方が甘くて美味しいパンプキンパイができると思います。こんな感じでくり抜きますね。そしたら皮いらないので皮を剥いていきます。で、このお尻のところも少し皮を取りまして、もう包丁で上の方から皮を剥いていきます。青いところはもういらないんで、こんな感じで青いところは取ってください。このぐらいの小さめに切りまして、1センチ幅にカットしていきます。大体同じぐらいの幅に切ってください。はい、それではこのボウルにラップをして600ワット7分レンジに入れます。はい、それではパイシートを少し伸ばしていきたいと思います。今日はこのようなタルトを焼く容器を使います。で、こちらですね、こちらに薄くバターを塗っていきます。で、バターを塗っていきます。周りをしっかり塗ってください。はい、それではパイシートを入れていきます。ちょっとはみ出る部分はこのようにちぎっていってください。あともう一枚の方は1センチ幅にカットしていきます。はい、こんな感じにカットします。
はい、それではかぼちゃが蒸し上がったのでマッシャーで潰していきます。で、こんな感じですぐにバターを入れます。かぼちゃが熱いうちにバターを入れた方がバターが溶けやすいので、バターと砂糖を入れて、はい、この状態で粗熱を取ります。はい、かぼちゃの粗熱が取れたので、続いてクリームチーズを入れていきます。続いて生クリームを入れます。で、次はこうしまして、このような感じで互い違いにしていきます。はい、出来上がりました。